夏休みが終わり9月に入った。はい、注目。夏休み明け早々だけど体育祭の出場種目決めるぞ。あら、あら、さくらさんは短距離走が苦手なの？見ればわかるでしょ。走るのが速いのがこういう体型で、遅いのがこういう体型。勝手に仲間認定されてる。まあ確かに走るのは苦手だけど、手足の長さや骨格は変えられないけど筋肉は変えられる。走るときに重要な筋肉を鍛えれば結果が変わるかもしれないよ。そうですね、具体的に言うと特に重要な筋肉、それはハムストリングスです。それはレッグカール。腰が浮かないよう気をつけながら足を上げてゆっくりと戻します。パッドがお尻につくまでしっかりと足を曲げましょう。ハムストリングスを鍛えるとヒップアップ効果があります。理想の体型が手に入り、まさに一石二鳥です。それじゃあ次はさくらさん、行ってみようか。よし、ヒップアップ効果、それを早く言ってよ。夏には間に合わなかったけど、冬には理想の体型になってモテまくってやる。絶句した。ビビキの鬼気迫る表情に皆彼女たちは見てしまった。ビビキの服が破れる瞬間を、響きの特訓は続く。